始まりました、ブックマちゃん。どうも、アクニャです。どうも、みんなの頃丸見えメガネです。どうも、中根さまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。おめでとうそんな雑雑おめでとう。急にさ、制服脱ぐだけじゃなくて耳にかけてるから。ああ思った、もうダメだね、高校卒業したらすぐ女になる。いいの、着とかなくて制服もう本当に着れないんだよ。そうだよ、 AKB 方式でもいいんだよ別に。それはやんない。それやってたらだっておばさんになってもやめ時が分かんなくなっちゃう。絶対やんない。ブックマちゃんではですね、はい、本屋大賞月間ということで、うん、引き続き本屋大賞にノミネートされた10作品を順次紹介していきたいと思います。アンケートを取ってますので、アンケートこちらです。おお、面白そう。めちゃこのあらすじのまとまりがもう本読まなくてもいいぐらいの。いやダメだ、わかんないから終了。このあらすじ見た感じ、その生と死と、うん、なんか食みたいなのが、ね、なんかめちゃ関わってるよね。そうね、結構私好みの。今回はスタッフさんということで、うん、早速お呼びしましょう。こちらの方です。ブックマちゃんといえばこの人というぐらいのスタッフ T さんにやってきてもらいました。よろしくお願いします。私が紹介するのは、ポプラ社の小川糸さんのライオンのおやつという本になります。ブックマちゃんめちゃくちゃいい本でした。素敵なんや。すごく心が洗われて優しくなれる本だったので、ちょっと闇を抱える3人ぜひとも読んでほしい。ホスピスに入るので、はい、命がこう死に向かっていくんだけれども、なんかその重さがあんまりない不思議な本で、死に向かうはずなのに重くないのに、なんかじわじわと胸に響くとかいうよりは染み込んでくる。で最後怒涛の展開で号泣してしまうような。意外なんだ。本になってます。ただ闘病生活をゆったりゆったり過ごして日々に感謝する本だと思ったけど、ヒューマン描写なのにミステリーまでいかないけど、前半の伏線と後半の回収がものすごい見事で。そうなんだ、伏線好きだから。ここそう、ね、前半そないにも気にならなかったこと、うん、が後半で、あ、そういえばって思い出されてどんどん回収されていく。うまいな。でもなんかそれが謎解きとかではなく、うん、その一個一個の動作だったりとか意味だったりにこうちゃんと価値とか重みをつけていく回収の仕方をするんで、うん、だから最後怒涛のように感情が揺さぶられていくというか、うん、病になって体が動かなくなっていくのに心はどんどん動いていくっていうような後半の展開になってくるので、うまいこと言うわ。一気にチープになったから黙ってちょっと黙ってもらえ、すいません。ホスピスを舞台にしてるって相当重くなっちゃいがちだけど、 そこを軽く書いてる。テンポがすごく良くて、会話のテンポとか、うん、どうしてもこう体が痛くなったりとか、うん、そういう描写を重く書きがち、うんうんうん、があんまりこうなかったりとか、それをうまくこう横文字でこうクリアしたりとか、体を動かす時になんかこう重たい体を動かしてとかじゃなくて、エイヤーで動かすとか、なんかそういう表現がものすごくいっぱいあって、なんか優しい気持ちでずっと読めるみたいな。去年の本屋大賞を取ったあの、そしてバトンは渡されるみたいに、嫌な人がほぼ出てこないというか、なんか癖がある人は多いんだけど、嫌ななんか人間みたいなのが出てこないので、終始読んでて最終的にこう自分がずさんでるなっていうのが分かる。え、Tさんずさんでるんですか。ずさんでる、ずさんでる。へぇー、ずさんそうなんですよまあ、人生最後に食べたおやつは何ですかと、うん、おやつ限定なんですか。おやつ限定ではない。あの本の中には朝食とか、うん、まあ、お弁当とか、うん、結構ね、いろんな食が出てくるんだけれども、毎週日曜日におやつの時間というところで自分が最後食べたいおやつっていうのを、これおやつっていうのが味噌だと思います。そう、ご飯は絶対食べなきゃいけないけど、おやつってそうじゃないから余計食べたいものじゃないですか、うんうんうん、なんか栄養バランスとか関係なく、その人が今食べたいものが出てくると思うから、多分ご飯じゃなくておやつってところが味噌なんじゃないかなって思いました。めちゃくちゃその通りです。死ぬ前に食べたいものですか。人生最後に食べたいもの。最後に、はい、何ですか、はい、アップルパイ。最後やけどするよそれ。あれ上が持ってかれるの冷ましたから食うわ。僕はクリスピークリームドーナツが好きなんですよ。あー、うまいね。最後甘ったるくしてからもう、あー、なるほど。いいね。私はスワマですね。スワマって何なんですか、本当に。俺も知らない。スワマって何。え、スワマ砂糖を固めたやつ。違う違う、餅。何、スーパーとかにも売ってるんですよ。あんま売ってないよ。売ってる売ってる。いや、みんな知らないだけで。電話で売ってるから。いやいや、売ってる売ってる。私はスワマです。
この本を読んだら多分変わると思います。そう、それ思ったよ。なんでめちゃくちゃそれがなんかいいんですよ。生きることは誰かの光になること。ろうそくって誰かに火をつけてもらって、で火をつけるとあとはこう自然にこうろうが溶けていくから止めようがない。そこに対してこう自分が火を誰かに火をつけてもらって、その火がついた明かりを誰かに当ててあげるっていうこう例えをしてて、最後にそこにこう生きること、誰かに光を当てること、あなんかこういうふうにこう誰かのためにこう何かしてあげたいとか、偽善者になる必要がない、結構こうわがままに生きていいってことも結構言ってたりとかするので、多分そこのバランスをどう自分の中で折り合いつけながら生きる喜びとか幸せっていうのは何なのかっていうのを自分で見つけていくヒントになる。いやー読みたいな。ちょっとこう人生に迷ってるというか、中学生高校生とかこう選択いろんなことを多分進路とか決めていかなきゃいけない時に、なんかこう読んでもらえるとすごくいいかなと本になります。グルメが好きな人が読んだらちょっと違いますか？いやそんなことない。結構グルメ要素もちゃんとある。グルメ要素もちゃんとある。なんかね、朝がお粥がベースなんだけど、いろんなお粥が出てきたりとかするし、お菓子もいろんなお菓子が出てくるんで、まあ、どちらかというとそのどうかの豪華な料理っていうよりはそういうこうちょっとちっちゃいというか、あの日常的な料理が多いので、逆に僕は友達がこれ読んでて、なんかグルメ本かと思って買ったらめちゃくちゃ内容が濃くてびっくりしたって言ってて、なんか名前かわいいじゃないですか、ライオンのやつみたいな。結構なんか深い深い話だよっていうのを聞いて、まだなまだじゃねえよ、まだじゃねえ。ということで今回はポプラ社から小川愛斗さんのライオンのおやつをご紹介しました。3人とも本当に心の闇があるから、そうですね、もう本屋大賞の大賞の発表は4月7日になりますので、ぜひ皆さんお楽しみに。紹介してほしい本のリクエストもこちらのコメント欄でお待ちしております。この動画が面白かったなと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。そしてブックマちゃんはツイッターもございますので、ぜひぜひフォローとリツイートもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。知ってる方います？スワマ？いや、ほら、いや知ってる人ないよ。知ってる人もいる。検索し始めてんじゃん。